はい今回は年を重ねると1年がなぜ早いと感じるのかと、まあ、こちらの件についてですね考えてお伝えしていこうと思いますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。まあ、僕もえ感じますし、リスナー様もえー感じたことがあると思うんですが、えー、まあ年を取ると、あるいは年を重ねると、1年がえなぜ早いと感じるのかと、まあ、こういったことをあの考えたことあると思うんですよ。<laughs> 同じ1年のはずですけど、明らかにちょっとね、えー、早いんじゃないかなと思ったりとか、もうね、2022年も11月なんで、そろそろね、2022年も終わるんじゃないかとか、そういったことを思われていた方、いらっしゃると思うんで、僕も思っています。で <laughs> 今回は このようにまあ、要因っていうか、そういったことと、まあ、あちょっとね、えーまあ、思うことがありまして、うんまあ、人生は曲線だっていうね、まあ、そういった話を、えーまあ、考えてお伝えしていこうと思いますので、えー、今回もよろしくお願いいたします。まあ、人生は曲線だっていうのは、えー、まあ,あの、なんかおかしいことを言っているような感じですけど、まあ、真面目な話なんですよ。まあ、それはあの最後の方にお伝えしてみたいと思います。 まずまあこれっていうのは皆さんだけでなく僕もそうですがおそらくほとんどの人はこう思うんですよねっていうかこう思う人がほとんど、うん、だ,だっていう話なんですよ。大人になってからですね、えー、子供の時より時間が早く、えー、過ぎていくと、えー、感じると、うん、そう思ったことが、えー、あると思うんですよ。 でえ僕もあ,のありますし、まあ、リスナー様もあると思うんですね。でこれっていうのは別にもちろんいいとか悪いとかそういった話ではなく子どもの時の、えー、例えば1日とか1週間とか1ヶ月1年っていうのは新しいことがあったんですけど大人になるとまあね変わり映えのない、えーまあ、日常を過ごして。 そして時間が経っていくと、えー、ねあっという間に時が経っていくとまあ、そういったことをな,な,なわけですよで同じ1年なのに、ねえー、どうどうなのかとかって言うんですけどこれっていうのもまあちょっと難しいんですけど法則があるんですよね、えー、ジャネの法則とかっていう法則がありましてフランスのあの哲学者かなポールジャネとかっていう人が発明した法則だっていうことなんですけど何の法則なのかっていうことなんですよね。 人間の体感速度は一定ではないと。で大人になったら誰しもがこのようなことを感じる、えー、現象ということです。もうちょっと具体的に言うと。あの <laughs> 子供を例で言うとね5、5歳の子供にとっては1年は5分の1に相当するんですが、50歳の大人にとってはですね、1年というのは50分の1っていうことなんですよね。だからあの、受け取る感覚が違いますよねっていう、多分そういった話だと思うんですよ。これについてちょっと難しいんで、うん、もうちょっとあの分かりやすく、まあ、どうかなと思ったんで、えー、ちょっとそれについての分かりやすい情報があったんですよ。このジャネーの法則っていうね。うん 初めて聞いたと思うんですけど、僕も初めて知りましたけどジャネーの法則っていうらしいんですよね。でこのジャネーの法則っていうのはこういうふうに定義されてるんですよ。体感では19歳で人生の半分が終わるっていうのがジャネーの法則。年を取るごとに新しい経験が減り時間の経過が早くなると。 物欲よりも経験欲知識欲を優先すると人生の幸福度が上がり、えー、不老不死の人は最終的に消気を保てない時間感覚を味わうことになるとかって言われてるんですよね。 でこの体感では19歳で人生の半分が終わるっていうことは別の意味では人生は思うより短くやりたいことは体力気力あるうちにやらないといつかはあいつかやろうと思ってもそれは一生叶わないものなのかもしれないと言ってると、まあ、こういった文章ですからね分かりやすくも、まあ、難しくも書かれてるんですけれども。 このおそらくなんですがあこの体感では19歳で人生の半分が終わるっていうことが、えー、先ほどの、えー、子供時代大人時代の、えー、時間の受け取り方が違うんじゃないかっていうことを示唆してると思うんですよ。19歳の時まででには、ね、いいんんなな新しいことがたくさんあるじゃないですかだけど19歳とかを過ぎてしまうとある程度のことがあ、ねえー、分かるっていうか同じようになって新しいこと目新しいことが、まあ、減っていくっていま 行くっていうことを言ってるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんね解釈次第なんで分からないし、まあ難しい話なんですよ。で。 途中にこのありますけど人生の幸福度っていうことにねえー、まあ触れてますけどだからまあ物欲よりもまあ、知識欲とか経験欲の方が人生の幸福度が上がるとあとあのこのね、えー、表現の後半部分であるんですけどこれは僕もリスナー様もねえー、思っていただく方がいいっていうかまあ、僕もこう思うし皆さんも思うんじゃないかっていうことなんですが。 人生は思うより短いっていうことでえいつかやろうと思ったりいつかやりたいと思っているものは一生かなわない、えー、かもしれないっていうまあとても悲しい話なんですけど、まあ、いつかやろうかなと思っていることはやらずにそのまま終わってしまうっていう、えー、ことを言ってるわけですよ。そして、えー、そうならないためには、まあ、どうしたらいいのかっていうことをちょっと考えてみ、えー、ましたっていうことでね。 でこのまあ多分ですが、皆さん思ってると思いますし、僕も思うんですけど、ね、何、えー、て言うのかなあ、この物欲重視の人っているじゃないですか。うん、でそういう人はもう、こう今,今回のそのジャネーの法則なんていうかって全く思わないでしょうし、うん、あのね、経験欲とか知識欲とかそういったものとか、人生の幸福度とか、人生の幸福度が物欲にあるんでね、そう,そういうことは思わないんですけど、例えば、えー、違う話で考えるとですね、 まあ人生の法則、まあ、人生の、まあえー、幸福度を示す、えー、法則はですね、うん、人生は曲線だっていう、えー、多分話だと思うんですよこの人生は曲線だとかっていうとね、うん、まあこういうことを言ってる人生はなんとかだって言ってる人いますけどまあ,あのそれにあのかけてるわけじゃないんですけどねちょっとだけか,かけてますけどあの全然意味合いが違うんですよでそのことをここからあのか考えていこうと思います先ほどの最初の部分で、えー、お話ししましたが あの時間の感覚っていうことなんですよね？だから5歳の時の1年とあの50歳の時の1年っていうのはあの時間の感覚が変わるんですよ。人間の。 解釈感覚ねで、えー、子供の頃っていうのはいろんなことにチャレンジしていたんだけれども大人になるといろんなことにチャレンジができない、えー、そういったことになるんですよそれがいいとか悪いとかそんな話ではなくねただあの大人になっても何かしようかなと思うことっていうのはあると思うんですよ、まあ、僕はそう思うことがあってよく失敗してますけどでまあ、リスナーさんもそう思って、ね、やってうまくいかないこともあるかもしれないしねうまくいくこともあるかもしれないんですけれどもでもここで、えー、ねそのうまくいくかいかないか てか、とそのことってのはわからないんですよ。誰にもね。うん。ただ分かっていることが一つだけあるんですよ。で、それがあのまあ、このまあ人生の法則っていうか。まあ人生は曲線だとかってまい、あ、う話なんですけど。 もしも何もしたいと思わないとか何もチャレンジしないとですねどういうふうになってしまうかということが分かってるんですよ。今僕たちが過ごしていますがあの世に行く直前に異世界に行く直前にですねなぜやりたいことをやらなかったんだろうというその後悔が残ってしまうんですよ。それを防ぐためにも何か自分がやりたいと思うことだったり思ったことしようと思うことがあったらやってみればいいんじゃないかっていう。 僕は考えですし。しまあ、その考え方が。まあいいいい。まあいいっていうかまあ、いい考え方だと思うんですよね。だから別に何でもいいんですよ。あの趣味でもまあ、仕事でもえー、あ遊びでも何でもいいんですけど。 でその何かにチャレンジするとですね当然失敗する可能性が高いんですよね。というか失敗する方が確率高いんですよ。そんな何から何,何までやってもうまくいくことなんていうことは多分ないと思うんですけど。で、えー、別にあのチャレンジをしてね失敗したからといって、えー、悪いことでもないんですよ。うん、でこのなんていうのかなあチャレンジをして失敗したら悪いみたいなことかもしれないんですがもし例えば何も思わないとか何もせずにそのままあのーまあ、時間だけは過ぎてしまうと、えー、結局最後 自分が損をしてしてまう,っていうこといで,、ね、でこのうんちょっとうまく言えないんですけど「まあ、人生は」とかね、まあ「僕は人生語ってすいません」とかっていう感じなんですけど「人生は」っていうことであの三角形のね、えー、あの斜線の斜線っていうか三角形をイメージしていただいてあのあの長いところの斜線あるじゃないですか三角形のちょっと何て言っているのかわからないんですけど三角形をイメージすると、えー、直線直線あと曲線がありますね。曲線線線じゃない直線直線と 射線がありますよねで人生っておそらくああいう風うに 斜線のよようにはいかないんですよ、まあ、ああいうふうに行く人もいるのかもしれないんですけど、えー、なすことなすことねやることやることがすべてうまくいき、えー、あの車線のように、えー、上がっていくのかもしれないんですがおそらくまあ僕もそうですしまあそんなにね、えー、うまくいってないんで、えー、偉そうなこと言えないですけどどこかのタイミングでですね、えー、な何かしらのこの緩やかなカーブをあのえ描く時があると思うんですよだから車線っていうのはずっと、えー、斜めに上がってるわけじゃないですかだけど僕たちはずっと上がらないんです あの下がったりもすするわけですよで。どこかのところで、えー、その緩やかなカーブを、えーまあ、描いて、まああのまあ、上がっていくと。でそれがな何かしらやりたいことであったり、えーねえー、思ったことだったり,あったり趣味であったり、まあ、いろんなことだったり、えー、だと思うんですよ。 で、えー、このその緩やかなカーブを描くっていうのがま,まさにこの何かしらの、まあ、こういったあの話だったりえどこかの時にあの気が付く話だったりそういったことだと思うんでそこからちょっとずつそういう緩やかなカーブに入っていけるんじゃないかと思いますっていうことで、まあ、僕はそういうふうに思ってるんですよ。うん、でまあ,あの最初に言いましたけどあの人生は曲線だっていうことなんですねだから斜線のように、えーね、ずっと上がっていくことは多分できないでしょうし、うん、で別にその斜線のように上がる人生がいいとか 悪いとかそういった話ではないんですが、えー、ずっとね、えー、こう 直線のようになかなか上がらずに上がらないんだけど時にあの下がったりとかしながらしかしどこかのタイミングで、えー、カーブを描くような、うん、こう何ていうのかなまあ終わりの方がいいっていうのも変ですけどまあ、さ最後の方になるにつれてこう上がっていくっていうまあ、それが多分おそらくまあ、幸せな人生なんじゃないかと、うん、まあ、こういう幸せな人生とかっていうのは思う人が、えー、たくさんね僕もあの思いますしリスナーさんも思うと思うんですが、うん そういうことの一つの可能性だと思うんですよね。で、この年を重ねると1年がなぜ早いと感じるのかっていうのは、5歳の時の1年と50歳の時の1年は受ける感覚が違うから、あと5歳の時より50歳になると新しいことを受け入れられなくなるから。だけど、まああの何かの時にま受け入れてやってみるのがいいと思います。別に失敗してもね、まあなんていうことはないと思うんですよ。 ということを今回ちょっと思ったんでお伝えしてみました。こういった若干難しい内容なんですけど、こちらの内容に関心を持たれる方のですね、少しでもお役に立てることがあれば何よりです。ということで、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。